南シナ海と南沙諸島、スプラトリー・アイランズ・ミリタリー・オキュペーションズ・マップ2009。南沙諸島海域における中華人民共和国の人口島建設では、中華人民共和国が南シナ海の南沙諸島海域に存在する暗礁を埋め立てて建設している人工島について扱う。アメリカ海軍では砂の頂上と呼ばれている。南シナ海をめぐる領有権問題は、 従来の領土問題のような領土の支配ではなく、領土の造成による領有権の主張でクローズアップされ、2016年7月12日の常設仲裁裁判所による仲裁裁定前から南シナ海問題と呼ばれていたが、仲裁裁定後もスカボローショーがある中砂諸島や青砂諸島も含めた問題として一括して南シナ海問題と呼ばれている。 2014年5月15日、フィリピン外務省が中国がジョンソン乱章を埋め立てているということを示すとき、系列の写真を公開し、2014年に入ってから大量の土砂を投入しているということが判明。同省は2012年3月の時点では目立つものはなかったが、2013年2月の時点では建造物が確認でき、2014年3月の時点では、 すっかり埋め立てられていた。フィリピン外務省はこの中国の行為をフィリピンの領域内で行われているということから国際法に違反していると批判。フィリピン政府は2014年5月にミャンマーで開かれた東南アジア諸国連合首脳会議の場で非公式にこの行為について問題提起をし中国に対して抗議。これに対して中国は 自国領で行っていることであり、何を作ろうと中国の主権の範囲内と拒否した。2014年8月、フィリピンが中国に対して南沙諸島問題の平和的解決を目指す南シナ海行動宣言に違反していると抗議。埋め立てられたジョンソン南象について、ベトナムからは島ではないと指摘されており、校長時に全てが 海面下に没する岩礁ならば国際法では埋め立てをしても中国は同様の工事を複数の岩礁で進めていた2014年11月24日ファイアリークロス礁に滑走路などを備えた人工島を建設していることを認めた上で中国人民解放軍のラエン少将が正当な行為だと述べてアメリカに反論しこの問題にアメリカは口出しすべきでないとした その前週にイギリスの国際軍事専門誌 IHS ・ジェーンズ・ディフェンスが同省での人口統造性の記事を掲載したのを受けてアメリカは中国に埋め立ての中止を求めるとともに関係各国に同様の行為を行わないように促していた。また同省省はフィリピン、マレーシア、ベトナムもすでに岩礁に軍事施設を建設済みであり中国は 国際社会の圧力に耐えて建設を続行するとも述べた。同24日には中華人民共和国外交部の花春明副報道局長も記者会見で中国が長厚小周辺を埋め立て滑走路を建設していることを事実上認めている。埋め立てが進む、すび省埋め立てが進むファイアリークロスショーの南西端5月20日。 国際空域を飛行していたアメリカ軍の P-8 ポセイドン大戦哨戒機に対して中国人民解放軍海軍が強い口調で計8回も退去を命じる行進を行うなど軍事的緊張が高まった5月31日に中国人民解放軍の孫健国副総参謀長はシンガポールでのアジア安全保障会議で南シナ海での岩礁の埋め立てに関して 正当かつ合法であり、埋め立ての目的の一つとして、軍事防衛上の必要性を満たす目的だと述べた。さらに6月30日の記者会見で、中国外交部の花春明副報道局長が、岩礁の埋め立てについて、すでに埋め立て作業は完了したと述べ、今後の関連施設の建設にあたっては、当然、軍事防衛上の必要性を満たすことも含むと強調した。 7月2日、アメリカのシンクタンクの CESIS が中国が浅瀬を埋め立てて施設の建設を続けているファイアリークロスショーの様子を6月28日に撮影した衛星写真を公開し、駐機場や誘導路が整備されている様子が確認できると指摘して3000メートル級の滑走路がほぼ完成しているとの分析を明らかにし、さらに2つのヘリポートと10機の衛星アンテナ、 レーダー等と見られる施設などが確認できるとした。8月6日には CSIS は中国が埋め立てを進めているスビショーの最近の衛星写真を分析し、人工島に幅200から300メートル、2000メートル以上の直線の陸地ができていることが確認でき、ファイアリークロス章と同じ3000メートル級の滑走路が建設されている可能性を示唆した。 アメリカのイージス駆逐艦ラッセン日本は7月21日に閣議に報告して了承を得た平成27年版防衛白書で中国が南沙諸島で強行している岩礁の埋め立てについて国際社会から懸念が示されていると指摘するとともに中国の艦船や航空機による東、シナ海や南シナ海への進出で不足の事態を招きかねない 危険な行為も見られると危機感を示し、公海での航行や飛行の自由が不当に侵害される状況が生じていると非難している。アメリカ国防総省も8月20日にアジア太平洋での海洋安全保障戦略と題した報告書を公表し、中国が2013年12月に南沙諸島での埋め立てを開始して2015年6月までに2900エーカーを埋め立て、 その面積が周辺諸国による埋め立てを含めた全体の約95%に当たることが明らかになった。また、埋め立てから滑走路や港湾施設の建設によるインフラ整備に重点が移行していることも指摘した。9月15日には CSIS による衛星写真の分析から中国が南沙諸島で造成した人工島で3本目となる滑走路を ミスチーフ省で建設している可能性があることが明らかになった。9月25日に訪米した中華人民共和国国家主席の習近平がアメリカ大統領のバラク・オバマとホワイトハウスで会談したが中国が岩礁を埋め立てで軍事拠点化を進める南シナ海問題での進展はなかった。米中首脳会談後にアメリカ海軍の艦船を中国が埋め立てた。 人工島から12海里内に派遣する決断をしていたオバマ政権は10月27日にアメリカ海軍横須賀基地所属のイージス駆逐艦ラッセンをスビショウから12海里内の海域に侵入航行させ航行の自由を行動で示す作戦を実施した。また同時期にアメリカ海軍太平洋艦隊は2個の空母打撃軍が第7艦隊担当海域で 作戦公開中と10月29日に発表し、同時期にこの地域での不足の事態に対応できるように展開した。11月5日には、南シナ海を公開中のアメリカ海軍空母、セオドアルーズベルトに、アシトン・カーター国防長官が、視察上官し、さらに11月8日と9日に、アメリカ太平洋空軍が、グアム・アンダーセン空軍基地所属の B-52、 爆撃機2機をアメリカ国防総省によると南シナ海の南沙諸島付近の国際空域を通常のミッションで人工島付近を飛行させた。10月時点で中国が埋め立てているとされているのは実行支配しているスビショほのファイアリー・クロスショクアテロンショミスチーフショヒューズショジョンソン南ショガベンショエルダドショの7つの岩礁である。 各国は中国が岩礁を埋め立てた人工島を軍事拠点化し地球上でやり取りされる原油や液化天然ガスの半分近くが通る南シナ海の支配を強化することを懸念している。1月2日に中国外交部がファイアリークロス礁で建設していた飛行場の完成と滑走路を使用して試験飛行をしたことを明らかにした。これに先立ちベトナムは 試験飛行に抗議する声明を発表している。1月30日、アメリカ海軍の横須賀基地所属のイージス駆逐艦、カーティス・ウィルバーが派遣され、精査諸島のトリトン島から12海里内を航行したことがアメリカ国防総省によって明らかになった。南シナ海での航行の自由作戦の一環で、前年10月のスビショウから12海里内の海域での実施以来2度目であり、 これに対して中国外交部は批判する談話を発表した。中華人民共和国交通運輸部が建設したスビ省の灯台が完成し、ジョンソン南省、クアテロン省に続いて4月から運用を開始した。5月13日、アメリカ国防総省が公表した中国の軍事力に関する年次報告書は中国が南沙諸島で2015年末までに埋め立てた面積が 約13平方キロメートルに達したと分析している。また、アメリカのシンクタンクの CSIS が5月11日に、ウェブサイト、アジアマリタイムトランスペアレンシーイニシアティブでベトナムが実行支配して、スプラトリー諸島で埋め立てを進めるチオンサ島などの島や岩礁を撮影した衛星画像を公開し、5月16日までに、 ベトナムが10拠点で約0.249平方キロメートルの埋め立てを実施したとする分析結果及び中国による埋め立てとの比較分析を公表した。7月12日、オランダハーグの常設仲裁裁判所は南シナ海をめぐる中国の主張や活動についてフィリピンが行った15の申し立てに関して中国の主張を全面的に否定する判断を示した。 判断では中国が歴史的権利を主張する九段線で囲まれる海域について権利を主張する法的根拠はないとされた。また人工島を造成している全ての岩礁は島ではなく岩または校長時に海面に出ない停止予告地であるとし人工島に200回いる範囲の排他的経済水域は生じないと判断した。12月4日、ドナルド・トランプ時期アメリカ大統領が 南シナ海で人工島を造成して軍事複合施設を建設している中国の行為について批判した。12月8日には中国が爆撃機 H-6 を南シナ海に派遣し、2015年3月以来となる爆撃機による九段線に沿った上空の長距離飛行を行った。また12月13日には CSIS によって 中国が南沙諸島で埋め立てた7つの人工島すべてにおいて航空機攻撃用の降射砲や巡航ミサイル迎撃用の近接防空システムを配備したとする衛星写真に基づく分析結果が公表された。中華人民共和国国防部も12月15日に談話を発表し事実上 CSIS の公表内容を認めている。12月26日中国発の空母 両年が空母打撃軍を編成して初めて太平洋を経由で南シナ海に入り、年明けの南市。7月13日、中国政府が徴用した中国南方航空と海南航空の民間旅客機2機が海南島の海口国際空港より南沙諸島に向けて試験飛行し、それぞれミスチーフ省とスビ省の飛行場に着陸し、空港利用が民間によるものと、 中国中央電子代が中継レポートして中国に主権があることをアピールした。同日中国に対抗して11弾戦を主張している台湾の蔡英文総統はこの裁定は権利を深刻に傷つけたと批判し軍艦を太平島に派遣した。また中国の台湾当局という表現が裁定文中にあることに対して台湾の立法院が抗議をしている。 8月16日には、楊春坂内政部長が太平島を視察のため訪問した。フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領は、7月14日に戦争という選択肢はないとして、中国と二国間協議を開始するために、フィデルラモス元大統領を特使として訪中させると発表した。7月15日からモンゴルで開かれたアジア。 欧州会議の場で中国側から最低を無視しなければ二国間協議に応じない要求があったためフィリピンの野菜外相は7月19日に二国間協議をフィリピン側が拒否したことを表明した。同日ルテルテ大統領はアメリカ議会の代表団とマニラで会談しフィリピンは情報はしないとの姿勢を示し領有権問題で 中国と交渉する予定はないとしていたが、25日の就任後初の施政方針演説で、南シナ海を西フィリピン海と呼ぶ一方で、中国海としても知られていると述べるなど中国への配慮を打ち出した。8月10日11日に大統領特使としてラモス元大統領が香港を訪問し、中国の全国人民代表大会外事委員会主任委員のフーはキラと、 非公式に会談した。ラオスのビエンチャンで開催された東南アジア諸国連合外相会議は7月25日の共同声明で仲裁裁判所の裁定についての言及を見送った。また、同じビエンチャンで直後に開催されたアセアン地域ー,ーラム閣僚会議と東アジアサミット外相会議の両会議でも日本やアメリカなどが会議で裁定に言及したものの議長声明では 最低に言及されなかった。10月20日にドゥテルテ大統領は北京で習近平国家主席と首脳会談を行った。21日には首脳会談の共同声明を発表し、南シナ海問題に関して関係主権国による直接交渉で解決すると明記したが、仲裁裁定への直接の言及は避け、棚上げされた形となった。 また10月26日に訪日したドゥテルテ大統領は首相官邸で安倍晋三首相と首脳会談を行い法の支配の重要性や仲裁裁定の尊重について確認して南シナ海問題の平和的解決に向けて協力することで一致したミサイル駆逐艦ルイ」1月2日から南シナ海で初の艦載機発着訓練などを行っていた空母リョーネーは 台湾海峡経由で母校である山東省、神桃の海軍基地に1月13日に帰還した。1月11日、トランプ時期アメリカ大統領によって国務長官に指名されたレックス・ティラーソンが上院外交委員会の指名承認公聴会で中国による南シナ海での人工島建設を違法行為と批判し、アメリカは中国に対して人工島建設を中止すべきで、 人工島へのアクセスは認めないとする姿勢を明確に示すべきだと語った。2月18日、アメリカ海軍は原子力空母カール・ビンソンを2015年以来の南シナ海入りをさせて演習を展開し中国を牽制した。2月21日、中国がミスチーフ賞、ファイアリー・クロス賞、スビ賞の人工島において長距離地対空ミサイルを格納できる。 約20の開閉式の屋根がついた構造物を建造しており、ほぼ完成していると、ロイター通信がアメリカ政府当局者の情報に基づき報道した。2月23日にはアメリカのシンクタンク CSIS が衛星写真の分析に基づき、ウェーブサイトでその報道を裏付ける発表を行った。4月29日、マニラのアセアン首脳会議で、 議長国フィリピンのドゥテルテ大統領は議長声明から南シナ海問題で中国を非難する文言を削除し習近平国家主席から電話会談で賞賛された。5月25日早朝、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦デューイが南沙諸島のミスチーフ省の12海里内の海域を航行し、トランプ政権では初の航行の自由作戦が実施された。 アメリカの作戦実施に関して中国外交部の陸交報道局長は25日の記者会見でアメリカに抗議したことを明らかにするとともに米軍の行為は中国の主権と安全を損ね偶発的な事故を起こしかねないと強調した6月3日アメリカ合衆国国防長官のジェームズ・マティスがシンガポールで開催中のアジア安全保障会議で講演し中国が 南シナ海の人工島で進めている軍事拠点化について北朝鮮の核・ミサイル開発問題とは切り離して容認しない姿勢を示した。6月6日、アメリカ国防総省が中国の軍事力に関する年次報告書を公表し、ミスチーフ省、ファイアリー・クロス省、スビ賞のそれぞれに軍用機24機を収容できる格納庫が建設されたことが明らかになった。 8月6日、マニラのアセアン外相会議で中国に有利な形で交換協議で合意された南シナ海行動規範の枠組みが承認された。議長国フィリピンのデュテルテ大統領の南シナ海問題は触れない方が良いという主張を受け、11月16日のマニラのアセアン首脳会議の議長声明では従来掲載されてきた南シナ海問題への 懸念の文言が消える代わりに、南シナ海行動規範の大枠合意など、中国とアセアンの関係改善への評価が盛り込まれた。2月18日、アメリカ海軍の原子力空母、カール・ビンソンを中心とする空母打撃軍がフィリピンのマニラに寄港した。中国による南シナ海の人工島の軍事拠点化が明らかになってから初めてアメリカの空母がフィリピンへ寄港したことから、 中国を牽制する狙いがあると見られている。フィリピンに次いで3月5日に空母カール・ビンソンがベトナムのダナンに寄港し、アメリカの空母としては1975年のベトナム戦争終結後では初めてのことになる。4月9日、ウォール・ストリート・ジャーナル・電子版がアメリカ政府当局者の話として中国がファイアリー・クロス賞、ミスチーフ賞に 電波妨害装置を配備ししたた。と報道した5月2日には、アメリカのニュース専門テレビ局 CNBC が、ファイアリー・クロス賞、ミスチーフ賞、スビ賞に、対艦巡航ミサイルと、地対空ミサイルが配備されたと報道した。これに対してベトナムは5月8日、ミサイル撤去を中国に要求するとともに、ミサイル配備は、同国の主権に対する、深刻な侵害だと主張したが、 中国は議論の余地なく南沙諸島及び周辺海域に対して主権を持つと主張した。9月30日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、リケーターが航行の自由作戦として画面省、ジョンソン南省の12海里内の海域を航行した際に中国人民解放軍の旅用型、ミサイル駆逐艦が約41メートルの距離まで異常接近し、 海域から離れるよう警告した。10月22日、アセアン諸国の海軍と中国人民解放軍による初の共同海洋演習が実施され、南シナ海で米国を牽制する狙いがあるとされた。10月31日、ファイアリー・クロス賞、ミスチーフ賞、スビ賞に気象観測所を開設して運用開始したことを中国が公表した。2月11日、 アメリカ海軍は航行の自由作戦を実施し、ミサイル駆逐艦、スプルーアンス、プレブルの2隻が中国が実効支配するミスチーフ省とフィリピンが実効支配しているセカンドトーマス省から12回以内の海域を航行した。7月3日、アメリカ国防総省当局者の話として、複数のアメリカのメディアが 中国が南シナ海で弾道ミサイルの発射実験を実施していたと報じているがアメリカ国防総省報道官は中国が南シナ海のスプラトリー諸島付近の人工構造物からミサイルを発射したことを承知していると認め今回の中国の行動は2015年9月の米中首脳会談後に発表した南シナ海に造成した人工島を軍事拠点化しないとする声明と 真っ向から矛盾するとして、真に憂慮すべき事態だと懸念を表明しており、空母などの艦船を対象にする、対艦弾道ミサイルと見られている。7月24日、中国は、新時代の中国の国防と題した、国防白書を4年ぶりに発表し、その中で、南シナ海の諸島については、固有の領土だとし、人工島や、施設などの建設は、 法に基づき国家の主権を行使していると主張している。9月2日、アセアン諸国の海軍とアメリカ海軍は初の合同軍事演習を実施し、南シナ海で中国を牽制する狙いがあるとされた。4月18日、中国は海南省に2012年に設定した三しにおいて南作、政策の二つの行政区を設置すると発表し、中国民政部によると、 南沙諸島を管轄する南沙区の行政組織がファイアリークロス省に置かれる。7月13日、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は、南シナ海での中国の海洋進出に関して声明を出し、南シナ海の大半の地域にまたがる中国の海洋権益に関する主張は、完全に違法だと批判した。翌日の7月14日には、アメリカの批判に対して、 中国外交部報道局副局長の調律権による記者会見で中国の南シナ海での領土試験と海洋権益は十分な歴史と法理に基づいており国際法にも合致していると中国は猛反発した。ありがとうございます。